ササラです。ビックル社と SEC、米国証券取引委員会の裁判についての解説と、ビックル社が裁判に勝訴した場合の XRP の価格を予測します。まず、最初にビックル社と SEC の裁判の経緯、次に、ビックル社と SEC の裁判の内容を、最後に、ビックル社が裁判に勝訴した場合の XRP の価格、このような構成で話を進めていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。ビックル社と SEC の裁判の経緯、ビックル社と SEC の裁判の経緯を時系列で紹介します。2020年12月、ビックル社が SEC に提訴されました。提訴された理由は、ビックル社が XRP を未登録証券として販売していたというものです。提訴の対象となったのは、ビックル社、ビックル社共同創設者のクリス・ラーセン、ビックル社 CEO のブラッド・ガーリングハウスです。同じく2020年12月、ビックル社は SEC に提訴されたことを受け、ビックル社に対する申し立てに対応をすることを誓う声明を発表。2021年1月、ビックル社がイーサリアムが有価証券ではない理由について、当局に説明を要求。2021年3月、ビックル社 CEO のブラッド・ガーリングハウスと、クリス・ラーセン会長の2人は、SEC への個人の財務情報の提供要求に抵抗。2人の弁護士は、SEC が個人の財務状況とビックル社の調査を混同させていると主張。2021年4月、ビックル社による SEC への証拠開示請求が認められました。これにより、SEC は仮想通貨に関する SEC の議事録やメモを開示することになりました。2021年8月、ビックル社が SEC 内部の仮想通貨取引方針の開示の申し立てを行いました。2022年2月、SEC 政策担当の元マネージングエグゼクティブである、ジョセフ・ホールは、ビックル社と SEC の裁判は SEC が敗訴する可能性が高いと指摘。2022年9月、ビックル社と SEC は、ニューヨークの米国地方裁判所南地区に、直ちに略式判決を下すよう要求。略式判決の要求は、裁判を進める必要なく判決を下すのに十分な証拠が手元にあると関係者が考える場合に提出されるものです。同じく2022年9月、米連邦地方裁判所のアナリ・サトーレス判事が、元 SEC 企業金融部長のウィリアム・ヒンマンが書いた、ヒンマンスピーチ文書を公開するという判決を下しました。ヒンマンスピーチ文書とは、元 SEC 企業金融部長のウィリアム・ヒンマンが、イーサリアムは証券ではないと発言したスピーチに関する文書のことです。2022年10月、ビックル社 CEO ブラッド・ガーリングハウスは、ビックル社に対する訴訟は、2023年前半に結論が出ると予想していると語る一方、予測は困難であるとも語りました。2022年12月、ビックル社と SEC は、略式裁判の申し立てに対する互いの反対意見に対して、再編集された回答書を提出。同じく2022年12月、SEC はヒンマンスピーチ文書を封印するよう要求。2023年1月、ビックル社 CEO のブラッド・ガーリングハウスは、米国の裁判所での両者の主張が十分に説明された今、その判決は早ければ2023年6月にも下されると CNBC に語りました。ブラッド・ガーリングハウスは、SEC のいくつかの行動は米国市民として恥ずべきものであり、規制の明確化を求めて、3回にわたり SEC と面談したにもかかわらず提訴されたことから、SEC に裏切られたとも語りました。ビックル社と SEC の裁判の内容を、ビックル社と SEC の裁判の内容を紹介します。裁判の焦点は、XRP が有価証券に該当するかどうかです。SEC は XRP が有価証券に該当する場合、ビックル社は有価証券として所定の手続きを踏まずに、XRP を不特定多数に販売してきたのは違法だと主張しています。一方、ビックル社は XRP は投資契約に該当しないため、
有価証券ではないと主張しています。 SEC はウィップル社が発行した XRP は判例法上の範囲基準に示された4つの要件を満たしているので、XRP は有価証券に該当すると主張しています。4つの要件とは、1、資金の出資、2、共同事業、3、収益の期待、4、収益の獲得がもっぱら他社の努力によるです。一つずつ見ていきましょう。1、資金の出資とは、市場参加者が XRP を購入することを意味するものと思われます。ウィップル社が発行する XRP を市場参加者が購入して、その資金をもとにウィップル社が事業を進めているので、市場参加者が XRP を購入することは、ウィップル社に資金を出資しているということなのだと思われます。2、共同事業とは、ウィップル社と XRP 購入者のことを指すのだと思いますが、これについてはよくわかりませんでした。3、収益の期待とは、XRP 購入者は XRP の値上がりによる収益を期待している、ということだと思われます。4、収益の獲得がもっぱら他社の努力によるとは、XRP 購入者は XRP の値上がりによる収益を得る可能性があり、その XRP の値上がりのための努力はウィップル社が行うので、XRP 購入者にとっては XRP の値上がりは、他社の努力によるものだということだと思われます。SEC は XRP がこれらの4つの要件に該当するので、XRP は有価証券だと主張しています。しかし、ここで少し疑問が出てきます。1から4までの要件を見ていると、これは XRP に限らず、ビットコインやイーサリアムにも該当する箇所があるとも思えます。ウィップル社もこの点を問題視しており、ウィップル社 CEO のブラッド・ガーリングハウスは、SEC がビットコインとイーサリアムにだけ、不当な優位性を与えようとしていると主張しています。ビットコインは発行主体がないので、イーサリアムや XRP とは性質が異なると言えますが、イーサリアムと XRP の違いを考えた場合に、なぜイーサリアムは良くて XRP はダメなのかということだと思います。ウィップル社が裁判に勝訴した場合の XRP の価格、ウィップル社が裁判に勝訴した場合の XRP の価格について、シンプルな予測を行います。ウィップル社が裁判に勝訴した場合、XRP の価格が上昇する可能性が高いと思われます。その理由は、ウィップル社が SEC に提訴されたことにより、XRP の価格は低く抑えられてきたと考えられており、ウィップル社が裁判に勝訴することで、その足かせが外れることになるからです。では、ウィップル社が裁判に勝訴した場合、XRP はどのくらいの価格になるのかを考察したいと思います。ウィップル社が SEC に提訴される以前の XRP は、2018年から2020年にかけて仮想通貨の時価総額ランキングにおいて、おおよそ3位に位置していました。2018年頃には XRP は一時期イーサリアムを抜いて、2位になることもありましたが、2020年頃には3位が定着しており、時価総額ではイーサリアムの約3分の1の規模でした。2020年12月にウィップル社が SEC に提訴されてからの XRP は、2021年頃から7位前後に順位を下げました。時価総額ではイーサリアムの約10分の1になり、2022年から2023年にかけてもその傾向は続きました。直近の2023年5月7日のデータによると、時価総額ランキング2位のイーサリアムの時価総額は約30兆円、6位の XRP の時価総額は約3兆円で、XRP の時価総額はイーサリアムの約10分の1となっています。もし、ウィップル社が SEC に裁判で勝訴した場合、XRP の時価総額が SEC に提訴される以前の水準である、イーサリアムの時価総額の約3分の1になるという想定で、XRP の価格を考えてみたいと思います。ビットコインの時価総額との関係において XRP の価格を求めるよりも、同じアルトコイン同士である、イーサリアムの時価総額との関係において XRP の価格を求めた方が、いいのではないかと思いました。SEC に提訴される以前の XRP の時価総額は、イーサリアムの約3分の1、
SEC に提訴されてからの XRP の時価総額は、イーサリアムの約10分の1、XRP の時価総額が SEC に提訴される以前の水準である、イーサリアムの時価総額の約3分の1になるとしたら、現在の XRP の時価総額の約 3.3 倍になる必要があります。XRP の時価総額が 3.3 倍になるということは、XRP の価格も 3.3 倍になるということなので、2023年5月時点の XRP の価格である約60円の 3.3 倍は198円であり、約200円ということになります。よって、ビックル社が SEC に裁判で勝訴した場合、XRP の価格は約200円に向かい上昇していくと予測します。XRP の価格を予測した直後に水を差すような話にはなりますが、ここで注意しておかなくてはならないのは、この裁判は一審であり、ビックル社と SEC のどちらが勝つにせよ、その後の控訴の可能性があります。仮にこの裁判でビックル社が勝訴したとしても、SEC が控訴した場合は XRP の価格は上がらない可能性があります。アメリカ合衆国では三審制度が取られており、まず連邦地方裁判所、その上に連邦控訴裁判所、一番上に連邦最高裁判所があります。ビックル社と SEC は一番下の連邦地方裁判所で裁判を争っており、仮にこの裁判でビックル社が勝訴したとしても、SEC が控訴していくのであれば、裁判の終結はさらに先延ばしになってしまいます。この動画は、XRP への投資を進めるものではありません。投資をされる際はご自身の判断により、行っていただきますようお願いいたします。まとめ、いかがだったでしょうか。市場にはビックル社が裁判に勝訴するという楽観論も流れていますが、最終的に判決が下るまでは気を抜けない状況が続くと思います。皆さんは、ビックル社と SEC の裁判の行方は、どのようになると思われますか？よろしければ、コメント欄で教えてくださいね。ブログと Twitter の URL は、説明欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。